一木ひ次は、日本の実業家。株式会社ヘッドライン代表取締役代表、一級建築士、21世紀クラブ理事事務局長、夢の課外事業総合プロデューサー、ライオンズ、日本財団理事、東京2020オリンピックパラリンピック、招致委員会事業、広報アドバイザー、宿徳大学客員教授、早稲田大学研究院客員教授、株式会社、 LDH コモン、エグゼクティブプロデューサー、株式会社、ローソン、ローソン HMV エンタテイメント。コモン、株式会社、千代田コモン、株式会社ベクトルコモン、株式会社優先コモン、東京ガールズコレクションビヨンド2020、エグゼクティブアドバイザー、新潟市、エグゼクティブアドバイザー、松原市、エグゼクティブアドバイザー、K1 実行委員会。 メディアエグゼクティブアドバイザー、ビヨンド2020ネクストフォールム代表幹事など、早稲田大学理工学部卒業、一級建築士、学生時代、大学サークルの連合組織、ストロップスを結成、初代代表を務める。映画、バブルへ、ゴー、タイムマシンは、ドラム式の学生時代の監修を保意調位、プロダクションズから依頼される。 1987年に人材育成を目的とする異業種交流団体21世紀クラブの設立メンバーの一人で理事事務局長を務める。社会人向けに各界の著名人を招いた混迷の時代の物差し作りリバティーオープンカレッジを企画実施。2002年に株式会社ヘッドラインを創業。 日本初の無料日刊ニュースメディアヘッドライントゥデイを創刊。現在では東京ヘッドラインを発行している。2007年より東京から日本を元気にする東京ムーブアッププロジェクトを小山君堂別所哲也、リリー・フランキー等と連携して立ち上げる。2019年20代から50代の各界の著名人によるビヨンド2020ネクストフォーレムを 北起人メンバーとして立ち上げ、代表幹事に就任。子供を対象とした各界の著名人が小学校を訪問し、子供たちに夢を与える、夢の課外授業の総合プロデューサーを務める。復興支援交流として、2011年より東北被災地の中学校にエグザイルと協力し、ライジングさんのダンスカリキュラムを実施。東日本大震災復興支援。 交流事業中学生、ライジングサンプロジェクト夢の課外授業、スペシャルを行っている。石原慎太郎より、2016年、東京オリンピックパラリンピック招致活動の国内新党を依頼され、東京ムーブアッププロジェクトと連動して、各界著名人ネットワーク作り、都民に向けたイベントを企画実施する。東京2020、 オリンピック・パラリンピック招致活動において、再選された、石原慎太郎、JOC、水野正人副会長からの要請を受け、東京2020オリンピック・パラリンピック、招致委員会事業及び広報アドバイザーに就任。都内大学生を対象とした、ロゴマークコンテストをはじめ、エグザイルや AKB48 を起用したポスター、各テレビ局との連携。 A ネーションなど、大型イベントのタイアップなどを手掛け、国内支持率向上に努める。東京 MX で放映した、オリンピック・パラリンピック招致支援番組を自ら、企画、3回シリーズに、IOC 委員会来日の際にも、東京都知事室からの要請で特別番組を制作、プロデュースする。招致後に実施したスポーツ祭、東京2013では、 東京都中学校と福島県中学校5校の生徒とエグザイルによるライジングさんをフィナーレで飾るパフォーマンスのプロデュースを手掛けた。2016年には第71回国民体育大会のエンディングイベントとしてエグザイル USA、エグザイル t 也、立花の県知、佐藤大輝の4人と共に合津若松市立港中学校、 大船都市立若崎中学校の2校の生徒120名で、ライジングさんのダンスパフォーマンスを行った。2018年には、2019年に行われる、ラグビーワールドカップの会場となる、カマイシュ住居復興スタジアム完成のオープニングイベント、リポビタンディカマイシュ住居復興スタジアムオープニング、デーにて、エグザイル USA とエグザイル哲也、立花の検知、 小林直樹、岩田貴則、釜石市,市立釜石東中学校と大船渡市立、赤崎中学校、藍津若松市立港中学校の全校生徒、そして岩手県釜石市、宮古市、山田町、大土町の中学生らからなる混合チーム、チーム夢の課外授業の236名と、エグザイルのライジングさんでダンスを行った。2020年に開催される。 東京オリンピックパラリンピックのレガシーを生かし、2020年以降の日本を元気にしていくために何が必要なのかを考えていくビヨンド2020ネクストフォールムを主催している。若手企業家や業界のオピニオンリーダーらが枠組みを超えて、ダイバーシティやイノベーション、スタートアップ、エンターテインメントなど様々なテーマを語り合う。 2019年度活動の総まとめとして、2020年3月23日に総合セッションを開催した。2014年から2020年に向けて、日本を元気にするアクションネットワークチーム2020をスタートする。現在、全国の若手知事、市長とともに、日本を元気にするチーム2020市長ネットワークも結成し、連携を仕掛ける。 2014年から、客員教授を務める、宿徳大学人文学部にて、同大学客員教授を務めるエグザイル哲也とともに、頭の中に描くイメージやメッセージをパフォーマンスなどを、通じて表現する方法を教授する、現代表現論の講義をしている。2014年から、講師を務める早稲田大学にて、理工学術院教授朝日等とともに、 企業を目指す学生に企業家精神を教えるために企業家を招聘し自らも講義する早稲田大学グローバルエデューケーションセンター開校の企業特論の講義をしている2019年4月に新設された早稲田大学グローバル科学中融合研究所にて研究員客員教授に就任2019年4月に未来社会における 課題、超高齢化社会における課題、SDGs 実現に向けた課題を解決するため、新しい科学地を創出する融合研究と、イノベーション人材育成に、国際共同研究などを通して、グローバルな視点で取り組むため、早稲田大学総合研究機構に、グローバル科学地融合研究所を設立し、SDGs への取り組みに向けた活動のため、 SDGs フロンティアラボを担当している。SDGs フロンティアラボは、企業、観光庁との共同研究、教育活動に、サイエンスやテクノロジーの学術上の壁やシステムの壁を乗り越えて取り組み、分離、山岳関東の枠を超えた研究、教育、交流を推進することで、東京オリンピックパラリンピック、大阪、関西万博、 SDGs、シンギュラリティを超えた先の世界の課題解決に資すると、ともに、日本の価値開拓、人材育成、情報発信を推進する。学問、産業セクター、及びあらゆる研究分野の視点から、フロンティア精神を持ち、新発想の研究を推進するとともに、定期的にイベントを開催し、積極的な成果、情報発信を展開する。 SDGs フロンティアラボでは、次世代人材育成ワーキング、次世代、エンターテインメントワーキング、次世代、ライフサイエンスワーキング、次世代農業、食ワーキング、次世代、エコノミーワーキングの5ワーキングを設置し、適宜、プロジェクトとして、産学環境道の研究を推進する。2020年は、ビヨンドコロナ、ウィズコロナの中での SDGs 活動を調査する。ラジオテレビ、 ありがとうございます。